それでは聖書を開けてください。今日は、いつもはですね、ヨハネの福音書順番に学んでますけども、今日はね、子供の日ということでね、別のところを開けてください。ルカによる福音書の18章15節から17節までみんなで読みましょうね。ルカによる福音書18章、一緒に読みますね。言わなくても大丈夫だと思いますがね、一緒に読むというのが大事ですからね。それで中にはおられるんですけどね、で今から言わんかて、私は知っとらない、読む必要はないという人もね、おられたんですよ。だから特にだけど、そういう人ほど読んでください、ね、でできるだけみんなに一緒に合わせるね、合わせるのが下手な人ですからね、合わせるのが大事です。幸せは合わせることから、ね、ということもありますね。18章の15節、15節ぐらいかかるんだ、今日は14節かかるんだったら、ごめんなさい、15節がいいな。ページで言いますと144ページですね。開けました、ね、144ページね、開けてください。ルカによる福音書18章の15節からです。短いところだからね、子供を祝福するというところですね。いいですか。イエスに触れていただくために人々は地の日本まで連れてきた。皆さん、これは一緒に学んで、答えは私だけです。で、その次は皆さんが読んで、その後私が読んで、交互にね、読んでみますからね。まず、こう私も言いますからね。イエスは触れていただくために人々は地の民をまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。皆さん。しかし、イエスは地の民たちの一緒に読みましょう。はい、はっきり言っておく、子供のように神の御国を受け入れる人であれば決して罪のない場合はいない。アーメン。もう一回もね、自分忘れてたんだね。はっきり言って、はい、皆さん一緒に読みましょう。はい、はっきり言っておく、子供のように神の御国を受け入れる人であれば決して罪のない場合はいない。アーメン。今日は子供の日ということでね、こういうところからお話ししたいですね。それで来週は母の日かな、ね、それと来週はまた母の日、お母さんのことがね、思い変えてるところからお話ししようと思ってます。それでその次はペンテコステの日からね、またそれにあったところを今度はヨハネによる福音書の前からの続きのところでぴったしとありますのでね、話をすると予定にしております、ね、予定は未定ということで、まあその通りにならへんという場合もありますけどね、大体そのように予定しております。はいね。で、今日はね、こんなところね、もっぺん読みますかね。で、いっぺんぐらいになってわからんって人もいてね、もっぺんも、でも皆さん先にね、はい、うん、はい、イエス様は地の民を呼び寄せた。しかし、私一人ですからね、しかしイエスは地の民たちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい、告げてはならない。神の国はこのような者たちに
者たちのものであるはい皆さん借金に手を置く子供のように神の国を受け入れる人になれば父でそこに入ることはできない。はい、でこれと同じとこ大体似たようなことが書いてあるのはマタイによる福音書の場合は19章の13節から15節ね。マルコによるマコとかでもマルコによる福音書の場合は10章の13節から16節まで書いてるあるんですね。だけどちょっと違うんですね。でこのルカによる福音書を私がちょっとずつの中でも特に取り上げたのはここにだけしかない特徴がある。それは血の御子たちを呼び寄せられたんです。だから子供のように神様の国を受け入れる人でなければとありますけどね。特に子供は子供でも血の御子のような子供という感じが強いね。ルカによる福音書は特にそういうことが主にそういうことが入っていることからどうもそういうことを皆さん知ってくださいよというね感じで書いてあるね。イエス様のことを4人の人がね書いてるんですね。とりあえずちょっとずつ違うんです。いや読まれたら分かりますけどね。それでねある人はもう4人おって違うこと書いてあるわけやからほら過去の話だと実際なかったんやというようなことをね言う人がおってんです。本当にあったことになったらそんなちょっとずつ違うことないということで言うんですけどね。話に反対、ね、ちょっとずつ違って当たり前なんだから4人とも同じようなこと書いて全く同じから出たかしよ、ね、違って当たり前だからね。そうでしょ。ここで皆さん私が話してますよね。みんな同じように聞いてるか言ったら違う風に聞いてるんですよね。違う風に受け止めてるんです。絶対同じはずないからね。だから同じ人でもね私なんかだいたい昨日予報やからね気分が朝と晩昼と晩とね絶対変わるんですからね。翌日なんかもまた違う風に変わるしね。もう夏と冬はだいぶ違う別人のようになるしね。そういう傾向があるんで同じとこを読んでも違う風に読めてまう。恐ろしいほど違っている私に読んでしまうんです。まあそれなんで言ったら聖書は同じところです。同じ言葉です。だけどもそれを読む人によってね違う風に読めるのは分かるでしょ。え、そんな風に違う風に読むのはいけませんなんでね言う人はおですけどね。人によって違うというふうに言うのは当たり前だと思うからありませんよ。何でもそうでしょ。それって違う方になるなんて、そっちからなんて思うけど、そうじゃないんですよ。そんな、それが普通なんだけどね。だからですね、まず漫画を見ないと、ね、まずこの手法をね、神聖という手法をね、持ってますよ、みんな持ってますよ、ね。で、これの必ず私たちの教会は真ん中に4コマ漫画を入れておきますね。で、日本の教会に、日本の教会は6000から7000ほどありますけどね。多分こんなんしてるのも僕だけだと思う。世界ではもう絶対ない、ね、だから世界たった一つの教会法でいいですけどたった一つだけ違う予測が全然違う。この手法が皆さんの目に配られてるというかね。だからすごいだーと思って悟ってくださいね。どこの教会でもこんなんしてると思ったらこんなん狙いですよ。大体間に合う漫画なんて入れません、ね、真ん中にボーンね真ん中にちょっと真ん中ちょっと入れておくなるけど、まあ、こんなんで入れておくということはないんですよ。その教会ではなんでかーからね。そんなことをするのはね、漫画を修法というこの聖なるものにね
이런 것도 드시고, 어라, 시카는 것도 좋고, 예? 정말 대키우나, 덕구 아프나프도 쓰나, 또 이러네. 강마에 갔다 오면, 나발님 아름다워. 네? 이야, 어땠죠? 昔来ておられたある先生、昔中学校の先生来ておられた方がね、来られましたが、漫画かよ、お前何読んどんねん、お、漫画かよ、ふん、あおたれかな、という感じね、そう言わへんけどね、ふん、ね、この人間は低級な人間だね、漫画ばっかし読んでる、もう最近の若い人は、もう漫画ばっかり読んでる、ね、だからアホになるんだよ。アホがますますアホになんねんっていうのがあるね。そんな考え方すると追ってんですよ。え？だけど、そうやないと。え？いや、漫画でも賢くなるんですよ。漫画をバカにしちゃいけませんよ。と、僕は思うんですけどね。わかりますで、漫画は決して低級なものではありません。ね。ね、あんまり言うとまだね、あんまり言うとまだちょっと嫌味になってくるからね。とにかく漫画見ましょうね。これこういう方法を分かってもらうからね。あの信仰というものはね、信仰というものは分かっただけでは分かんない。分かりに分かったというか、ものすごく分かったね、いうところまでいかなあかんのですよ。それしかもそれが皆さんの行動にならないとね、皆さんの日常の生活にまでならないと、本物じゃないからね。もう信仰が生きてるのは礼拝の時だけね。ここ出て行ったらもう絶対くれって反対の人になってまうからね。そんなんじゃ なしにね、いつも信仰ある、信仰に生きる生活してきてくださいね。綺麗な賛美歌を歌ってる時だけちょっと進行的ホイーンとしてね、そういう時だけよかったいうね、進行の世界が神様素晴らしい歌であったね、その時だけ言うのはやめてくださいね。普段からその神様のことを考えて神様に喜ばれる生活をするということが大事ですね。わかりますね。ですから、まあ、この漫画でさらに分かってても分かってほしい、ね、だから思い込みということで書いておきました。4コマ漫画ね、4コマ漫画はこれこの書いておるわ、もうこれ誰でも書けるのも難しいんですよ。難しい、ね、で毎回4コマ漫画を書くときに非常に苦労する、ね、で私の場合は特にね、この漫画の方がしんどいんです。で私は漫画を書いたわけじゃないでしょ。私はシナリオを書いただけやからね。でこれをある姉妹がね書いてくださってるわけです。お母さんのアドバイスにねと思いますよ。そのお母さんがアドバイスしてるか、アドバイスなしにさっと書いとってか、ちょっと分かりませんけども、多分お母さんがちょっとね、少し助けておられるんじゃないかなとは思うんですけどね。その辺のところは、まあ、あんまり取り詰めないと思いましょう。ね。ね。で、これは思い込みというね。これ4つのコマでね。1番。ね。天国は宴会だ。天国は宴会だ。でね。講壇の前で歌ってる人がいます。ね。これ、こんな人にもおってるんです。ね。演歌フレンズとかなんかいう、賛美のグループにとってはね、でこの人はこういう歌を歌ってるんですね。で今賛美歌をね、日本調の賛美歌を歌おうという傾向が少し入ってきてるね。でこの演歌フレンズの人たちは名前の通り演歌だからね、演歌のフレンズというか演歌の友達たちというわけかな。その言葉がいいよね。そういうふうに賛美歌をね、演歌調にするという。でそれ何やってね、
ものすごくこの次元の低いことをしようと。だいたい演歌言うたら、だいたい酒飲んだ時に歌うような歌とかね、酒場で歌うとか、歌うような歌とかね、そのように思っとってるわけですからね。キリスト教のこの教会の礼拝で演歌調のどうのこうのなんてとんでもない、神様を冒涜しとるっていうね、考え方もあるんです。わからんでもないよ、私そういう人の言葉をストレートの気持ちもわかりますけれどもね、ここにこの人は天国は宴会だ、天国は宴会だいう歌があんねんね何それってね、そんなこと言うてええのか思うかもしれんけども、あのこれ嘘やもんだったら、ルカによる福音書の14章の15から17読んでください、ね、もう今開けてもええし、ね、後で開けてもええし、絶対だけどまだ確認ぐらいしといてね。礼拝というのは、いやここは宴会なんだから、ね、しかもさっき葡萄酒があったからね、宴会にしてはちょっと葡萄酒少ないけどもうちょっと欲しいと、あんなちょこっと飲んでね、酔えるかやと、ね、だからもっと食えっていうね、人もおってですけどね、あの、うんと欲しい人はまたあげますけどね、ね、今ちょこっとね、まあ、印だけでね、なんでしょう、あとね、原始福音のね、教団教本あるわけだけどね、そこの葡萄酒の回し方すごいよ。コップいっぱい、ね、ブドウ酒ちょこっとね、コップいっぱい飲ませる、すごいね。もうそれだけで酔っ払ってしまう人もいる。宴会だ宴会だって、まさに宴会っていう感じで雰囲気的にさせられるいう、あの教会もあるんですよ。そのおっちゃん亡くなられたけどな、うん、手島九郎さんいうのはね、礼拝というのは宴会なんだって、うん、だから葡萄酒だったって、まあ、ちょこっと飲んでるんで、いっぱい飲もうかいようなね、すごい豪快な人なんですよ。でそのお茶ね、いつもね、腰にね、ぶら下げとってるのもあるんですよ。腰にぶら下げとって、何ぶら下げとってるのかなと思ったら、葡萄酒ぶら下げとってるわけ、ね、でしょっちゅう飲んでる、口飲みしてるんですよ、ね、葡萄酒というのは彼は普通の酒かな、要するに酒飲みなんですよ、ね、だからいっぱい飲、いつも飲めるように腰に下げたまま歩き一個取らせて、うまくたったら、あっちに行ってこっちに取った人らしいけどね、まあ、それは勧められへんけどね、あのまあそのぐらいに、とにかくあの葡萄酒をいっぱい飲んで宴会やるというような感じのね、いやこれはもう私たちの場合はね、もう神様の霊、神様の霊に満たされる、ね、神様の霊というのはね、いっぱい飲むというか、神様の礼に満たされるとね、本当にこう陽気になってね、ちょうどお酒いっぱい飲んで、気分がこう交渉してきてね、楽しくなってくる、なんか自由な雰囲気になってきてね、なんか愉快になってくるね、そういうのが神様の礼の働きなんです。その礼のあるところに自由があるところもあるんですけどね、何それというかもしれんけどね、信仰というものはね、私たちのキリスト教の信仰をね、反対に考えとっている人がおってるんですよ。キリスト教の信、いえ、神様信じましょう。神様って何の神様ですか。キリスト教の神様、いえ、もうキリスト教の神様お断り、まあ、あそこはしんどい、ね、まず何言ってるか分からない、ね、それからあれしてはいけません、これしてはいけませんってね、もうがんじがらめに縛られてしまう、ね、だから、いやという人がおってるんですね。それ反対で、キリスト教の信仰、本当の神様を信じたら自由になるんですよ。え、自由になるということはどういうことか。自由になる、なるということは、酒を飲んではいかん、タバコ吸ったらいかんいうことじゃないよ。自由はね、みんなはね、反対に考えてる。この多くの人はね、自由だ、自由だ言いながら、それに縛られてるんです。酒を飲むのも、飲まないのも、
自由だというその反対のことを考えていてね、飲んだらいけませんよということばっかり考えていて、本当の自由というのは飲んだって飲むのかってね、そんなことが関係ないと、そんなものに束縛されないというのが本当の自由なんですよね。これは多くの人はね、反対考えて、飲むことについて今年こだわってる人はね、もう飲まんとおられへんみたいな、飲めなくて飲まないともう体がもたみたいな、いつも不安じゃあってね、体がブルブルブル震えてたりね、いつもなんか垂らし込んで、アルコールを垂らし込まないと体がもたみたいなね、人がおってんですけどね、それは病気ですからね、アルチューという病気の人なんかね、その人は飲まなきゃおれない、それ自由じゃないでしょ。それと酒に、酒の奴隷になってるでしょ。酒に縛られちゃってるわけよ、ね、これイエス様が死んだら飲むのもよし、飲まないのもよし、どっちもいけますよ。それが本当の自由だからね。でどこのそれが分からないと、なんか教会行ったら酒飲んだいかん言われる、タバコ吸ったいかん言われる、だから私は嫌やとかね、なんか自由が束縛されるというふうに考えとってる人がおってるんです。そうやないですよ、自由になるんです、束縛じゃないです、自由になるんですよ。だからそのことにね、分かってない、教会に行かない人は本当に自由がないんです。教会に行かない人はね、何かに縛られてるんですよ。それがみんなから悪く言われたらね、どうしようかとかね、みんなと同じようにしないとね、なんか幸せになれないみたいにね、やっぱりみんなと同じようにすんねやーって考え方の中でものすごく使ってるんですよ。そして本当に自分は生きたい、これしたいということができなくなってしまって、多くの人はみんなそうなんです。ところが神様のことが本当に分かったらね、もう何事からも解放されますからね。だからそういう自由というものをいっぺん体験したら、あ、神様を信じるということはこんな素晴らしいことなんだ、こんな自由なんだということが分かってくるんですよ。この神様のことが本当に分からなかったらね、まず大体お金がなくなったらどないでしょうと思うしね、仕事がなくなったらどないでしょうと思うし、病気になったらどうしようか、いろいろ心配することいっぱいあるでしょ。またもうそんなばっかり心配してね、本当に自分がなくなってしまう。これは神様信じてる人はね、ものすごい自由なんですよ。だから何にも心配しない、それが本当の自由なんですよ。でそういうのを本当に体験してくださいよ。そしたら分かります。あ、私はこの神様信じてよかったっていっぺん終わる。そこまでいかないとね、まだ私たちの信仰は本物じゃないなということが分かってきますからね、しっかり悟ってくださいね。でこの漫画のところね、ちょっと見ると、天国は宴会だ、天国は宴会だでね、変化フレンズのなんとか言うじゃな、ね、お姉さん歌ってるのね。そしてそれを外でね、ある男性がね聞いてるわけよ、ね、天国は宴会だ、天国は宴会だって聞こえてくる、ね、それで聞いとったらですね、女の人がやってきて、教会になんで来れなかったんですかって、これちょっと教会に来れなかったというよりも中に入れなかったんですかという感じの意味なんだけど、もうちょっと街道に来れなかったんですかという話じゃないってことね。ちょっとこの表現ちょっとちゃんと私確認してなかったんで、教会に来れなかった、いや教会のとこ来てんねん、これ教会の人がおるんですよ。だから教会に来てるんで、そばに来てるんで、中になんで入れなかったんですかというね、ちょっとかっとしかったなとは思うけどね、まあいいかな、それで、いや車の中で私聞いてたんですと、ね、中にが教会の中に入れへんけどね、車の中で聞いてましたってね、それでね、それ
聞いてたんやけど、限界だ、限界だと歌ってたよってね。宴会が、宴会って聞いたでね、そういう風に聞いてしまったんでね、もうちょっと絶望的になってたいう話なんですけどね。わかります？あの、ちょっとね、漫画描いた人に言いますけどね、ちょっとね、参考にまで、いや、お前そんなの言うほど近くねえぞって言われてもしょうがないけどね、いや、僕はちょこっと聞いてるというか、漫画の描き方でね、聞いてるのは、この順番から言うと、限界だ、限界だという歌が聞こえてきたよ、いうのは、こっち、この右と右ね、よく考えられる。で、で、この言葉を聞いて、というのが分かったわけだから、大体、日本の場合ね、今度読んでいくのはこっちから読んでいくでしょ。こっちから、漫画ね。で、こっちから読んでいくわけだから、この順番から言ったの、限界だ、限界だと歌ったよっていうのを、これ左、右だ。右の方に書いてね、と言ってびっくりしたのを左の方に書く方が、まあ、読む順番から言うと、ええんちゃうんかなと思うけどね。そんな話してもしゃあね。私は分かってます。ね。見て、そんなバッとやんといて、おかしいけどね。ちょっと、気がついたんでね、ちょっと言うときますけどね。そういうふうな、あの読む順番から言うとこっちかなと、だと逆にこうする方がええんちゃうかなと思うけどね。まあ、いらんこと言ったかな、ごめんな。ね、まあ、そんなんで、あの、こういうね、意味わかります全体の意味、ね。だから、人間というものはね、何が言いたいのか言うとね、自分が考えてると同じように聞こえる。ね、同じことでも、自分の思ってると同じように物事が聞こえてくるし、物事が見えるねん。で、そのことを、よくわからない人が結構多いんですけどね、いろんな人と話してると、本当に思います。で、私がこの人ね、みんなの前で話してるでしょ、説教言うのかな、話してるでしょ、これだったってね、これを信仰的に聞いてくださる人とですね、ちょっとこう、なんていうかな、反発を持ちながらね、聞いている方もな感じはおられるんですよね。あるいは疑ってる人もね、これ同じことでも好意的にね、プラスに考えてくださる人とね、同じものでもマイナス的にね、捉える方もおってるわけです。私は同じように言ってるんですよ。そのまま、なんで片っぽではそういうふうに建設的に受け止められる。そのまま全く反対に受け止める方もおられる。それは、物事は全部そういうものがあるんやーいうこと知っとけね。だから、神様の言葉でも自分何でもそうなんだけどね、いい方に捉えないとね、そうでしょ、マイナス的に、否定的にね、あれ疑いにね、受け止めるのはやめましょうね、すべていい方に捉えましょうね、あの人ね、だから そこのがね、不思議なもんでね、イエス様、あなたの信じた通りになるようにってイエス様言われましたよね。それは実に信じた通りになるんですよ。不思議と。だから、それがある種の錯覚みたいなものであったとしてもですよ。その信じた通りになっていくね。同じものを反対に実際とは違う方に理解してて捉えたとしてもですよ。その人がいい方に考えた方に、ということは燃えていくというか、その人が信じた通りになっていく。だからこれちょこっとマイナス的なことを考えると思うけど、実際にマイナスみたいな方に信じた通りになるわけやから、マイナス的に疑いを持ってみれば、なんか全部そういう風に見えてくる、何見てもそういう風に見えてしまうというね、ところがあるんですね。僕も実を言うとね、イエス様信じるまではね、イエス様のことが分かるまでは
反対考えてひでえ時にブラックブラックね、もう悪く家族を考えた。なん幸せになるはずだよね。でもイエス様の信徒から話してこれって変わった、ね、全部肯定的に良い方に良い方に。いや私それは考えよう考えようなんじゃないよ。そのように考えてしまうようになってしまったよ。神様はそうしてくださる。どういうことか、ね、神様の霊に満たされたらそうなってくるんですよ。そのようにね、なんか意識してそういう見ましょう、考えましょうって夜じゃないけど、なったんじゃないですね。だから、神様の霊に大事なのは満たされることが大事なんだよね。だから悪霊に満たされちゃうと、もう反対にも悪い方法の解釈しますからね。これが一番そうですからね。で、今日の話はね、その漫画の話でなんか終わってしまうんじゃまずいんだよ。今日の漫画の話は漫画の話にもまだ多い話がないんだよ。そんで違うもん。さっきの聖書読んだところの話かな。この主聖句としてね、もうこの漫画絵ね、でこっち行きますね。主聖句ね、子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることができないっていうね、ルカによる文章18章にあるんですけどね。それで、これ読みますよ。ルカ福音書ではね、主イエスを、ね、祝福してもらおうと血の実を連れてきたと。親たちを、弟子たちは叱った。ね、対して、主イエスは子供たちを私のところに来させなさい。神の国はこのようなものであるとおっしゃったということ。子供たちこそ神の国にふさわしいと、主イエスさんを言われたんだ、ね、これ繰り返しになるけどね、いいかね、ここと同じような話をマタイ福音書では19章、マルコでは11章になると、ね、それぞれ少しずつ違うと。その一つは代表となった15歳の人々は血の網門まで連れて行ったと、ね、その言葉はこの血の網門というのは問題。子供たち、他の福音書では子供たちだけだと。だけど、このルカによる福音書は、その血の身も入ってる。血の身もということは、このイエス様は何を語っておられるのか、ね、わからない。喋、ね、れないの。子供、赤ちゃんの、子供は子供でも赤ちゃん。おっぱい飲んでるわけだからね。まだ1歳未満、まだおむつまでしてるかもしれない。さあこの時代おむつしてたのかどうか知りませんけどね。いやそんなおむつしてるの決まったらというかもしれないけどね。果たしておむつなんかしとったのかな、ちょっと心配だったけどね。いや中国行ったらびっくりしましたよ、ね、中国行ったらね、赤ちゃんおむつしてない。いや、赤ちゃんどころか3歳、4歳ぐらいまでの、まあ、ちょっと赤ちゃんよりもうちょっと上やな、歩ける子やな、保育園に行くちょっと前ぐらいな子供さんたちもね、もうおむつ取れた子っていう感じやな。お尻にならないと、ね、ズボンのお尻にならないと、え、なんで、びっくりするでしょ。すごい、そう、いつでもその穴からするようにできるようにね、漏らしても大丈夫な穴があったという、面白いのを作ったら面白いのを剥がしてるかと思いますけどね、そんなこともあるんだからね、さあ、おむつみたいなのあったんかなという、特に今から2000年前の話だからね、イスラエルの国だから、ね、どういう意味かは知りません、ね、聖書におむつというような言葉はないからね、あったんか、ある?何やろな、私よく調べてないけど。だから子供さんはね、どういうふうにしたんかな、また多分おむつ的なものしたんやろと思うけどね、その子供、そんなおむつの話でしょ、ね、今日そんな話じゃないから、そんなことやって、要するにこのイエス様が語られたことをこんなちっちゃい子がね理解したのかという問題ね、分かったのかという問題ね。イエス様のところへね、イエス様のことが分からん人って連れてきたってしゃあないじゃないか、しょうがないじゃないかと。で、赤ちゃんなんてな、血の身なんてね、その、ギャー
泣き出すわけですもんね。だから連れてきたら迷惑、ね、みんなも話聞いてて赤ちゃん連れてたら泣くだけやから絶対迷惑やと思う。だから連れてこ来てほしないってお弟子さんたち言うたと思うよ。こんな人連れこんな子供たち連れてきてどないすんねんというのね。だからもう連れて来ないでほしいということを言うたような感じやね。ルカさんは血の海もまでもとか言ったけど他の福音書は子供たちだけだけどね。だけどルカさんにそこまで書いてあるということは、まあ、本当はどうやったのかっていうね。あのこれねちょっとずつ福音書によって違うというのはまあ繰り返しますけどね。要するに関心があったかどうかいうもんで、まあね、その人が赤ちゃんに対して関心があったから、あ、赤ちゃんもいたな、血の身もいたなということがこの記憶に残って書いたいと思うね。だけどあんまり子供さんのことをね気がつかない人はその赤ちゃんおったかもしれないけど文章にするときにねあのそんな気がしなかったというかね、記憶になかったというね、ミリッと止まらなかったということもあるからね。みんながやっぱり日頃関心のあるものにしか目が行かないからね。これ分かるでしょ。いやイスラエルでねもう神戸の地震が起きるちょっと前に行ったんだけど、その時に道枝さんも一緒に行きましてね、それから多くの人といろんな人と一緒に行ったわけだけど、そしたら全然違うことに関心があったみたいで、私が後から話したら「そんなもんありましたか?」ってね言われる。でも関心がなかったら目に入らへんからね、目に入らなかったら記憶に残らないからね、記憶に残らなかったら文章に書かれへんからね。そんなもんですよ。で人間って本当にこんなにも考え方が違うんだったらびっくりします。そういうことを感じたことありますけどね。やっぱり関心を持たないとね絶対印象に残れるからね。いや、あそこにはね、イスラエルの前に女の兵隊がおったね。しかもあの女の兵隊別編戦やったね。それをやたら言う人もってね、お前そんなことしか関心なかったんだけどね、もう思うやつは偉いけどね、なんかそんな人もおったんだけどね、まあそういうのばっかり関心なくて、それで何しに来たのかわからないけどね、そちらの方ばっかり関心持ってたから今ね、せっかく聖霊を取りに来たんだけどね、別の聖霊のね、関心なのするよね、おったりでね、いやいや、人間って違うなと思ってね、もういろいろ思ったんですけどね、まあそんなイエスさんのもとにね、幼者たちがやってきた、ね、ちなみに血の身もね、よく理解せない、理解せない、わからない、そんな人まで連れてきて、どないなのってね、普通思うから、しかもさっき言ったように、泣き出す、ね、そんな子を連れてたら、もう迷惑せんばん、ね、だから連れてこないで、欲しいというのはわからんでもないよ。だけど、イエスさんの目から見たらね、いや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 、ね、分からなくたっていい、ね、たとえ礼拝に来てね、もう寝てるような人でもいい、初めが終わるまで寝てばかりの人でもいい、ね、もう絶対に大阪の釜ヶ崎なんかね、もうなんですよ、いっぱい人が来る時とね、あんまり来られない時があるんです。でたくさんの人が、ね、満杯になるね、もう150人ほどの満杯になるというとね、その半分ぐらいの時と極端に違いができるんですよ。でなんでやろなぁ思ったらね、その生活保護かなんかが出た時もね、もうみんな来ないんですあんまりね。それでお金がなくなったらいっぱい人が来るというねいう現象がある。あ、何をしに来てたら、ただ食べるものがないから、あそこ行ったら食べられるから行ったろって、もう明らかに分かるようなね、そんな人がおってるわけですよ。だからね、もう話が私がね、してると長くなってくるとね、もう早く終われ、ね、終わって早く飯出せ、ね、もう私、それを食べに来たんやから、お前の話がどうでもやばい、あのね、言わへんけどね、もういかにもそんな感じの人がおってるわけ、ね。で、じゃあそんな人早くもう最初から使ってこんかったら嫌ねえやろ。思うやん。いや、そんなそうじゃないですよ。そんな人も来たらいい。だってそういう人こそ救われなきゃならないんだから。思うでしょ。全然聞く気のない人、ね、
で聞いても果たしてその人の足しになるかどうか、ね、ただ食べるだけ、ね、その人をただ人に頼るだけ依存するだけの人、そんな人やったらもうやりたいと思うけどね。いや神様はそうだよ、そんな人もどん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 連れてこい、ね、もう聞く気のない人でも来たらええやん、そういう感じでイエス様が言ったらね。だってここで王様も王様もなんかね、神様のこと分からないないって、だって大人だったとよく分からへんから、ね、なんかちっちゃい子で何分かるかよ、ね、だからその連れてこない方がえっと思うかもしれんけど、そうじゃない、いやむしろね、そういう子供の方がよう分かってる、分かるんだよ、そういう子供の方が救われるんだよっていう、イエスさんはそういう考えの人です。あるんですかね、全然空気のない人ね、もう罪人ね、それから理解できない人、まあ、あちらの方に考えが完全に行ってしまっている人、神様よりも神様先立つものは彼、神様じゃないと思ってる人がいっぱいおるわけだからね。だけどそういう人こそ連れてこなさい、来なさいという感じですから、イエス様。いやね、私はね、このイエス様のね、神の国は幼子のような人たちのものだと言われたのね、私はこれを読んでてね、そうだって、日本の国はどうしたら救われるか、日本の国は幼子に得ような福音を説かなきゃ分かんない、幼子もあるって変なあるって、どういうことか、もう全然神様の子なんか分からない子供たち、子供のような赤ちゃんのようなもう人、民衆ね、日本の国民なんかも赤ちゃん、神様の目からみたいな理解者の聞く気はない、いやそういう人たちのためにイエスも来られたんだと、そう思って福音を説かなきゃ神様のこと言わなあかんということね、このところたちにものすごく教えられた。日本はなんでクリスチャンにならないか、キリスト教の信者が増えないか、ね、そのこのことこのところに出てある難しさばっかり言ってね、大人でも分からないことを言うんだよ、この国分からないんじゃないかってね。イエスも反対よ、幼子を連れてきなさい、いや実は幼子こそ神様のことが分かる人だよ、で神様のことが分かって、でその神様のことが分かる人は別の言い方は素直な人とか ね素直に神様の福音を受ける人が救われるんだってイエス様が言われるけどね、でここで間違う人って素直な人が救われる、素直であれば救われるってね、そんなこと言ってないんじゃないか、素直であれば神様のことを聞こう、神様の言葉を聞けば神様がその人の中に入られる、ね、神様がその人の中に入られればその人は変わる、その人は完全に作り変えられる、別の人になるんです、神様の子供になるんです、だから救われるって言ってもらえるんでしょ。ところがこれはね、どう読むかというとね、幼子のようになったらもうそれで救いだと、幼子のようなのは立派な人なんだよね、考えてしまう人が多いんですよ、それ自身が救いじゃないでしょ、幼子のようないうことは幼稚やあるだからね、幼稚という言葉は幼稚という言葉は幼って幼児の字で先生知識の字か、幼稚字は知識の字だったっけ、どうやったっけ、私漢字がよく分からへん、幼稚ってどれに字の方は幼は幼子やろ、知の方はどっち、何やったかどれ時間かかったかと思い出したんだろう、まあ、とにかく理解力もない、ね、もう何も分かってへん、信仰というものはね、分かったらそこまでじゃないよ、信仰というのはあの分からんかったらいいの、まあ、何も分からんかったらいいの、そんなことじゃない、もう神様助けてください、もう神様と一緒におる、もう何だか知らんけど、とにかく神様のところに呼んだから、まあ、宴会だ、宴会だ、言ってね、宴会来とったらいい ね宴会参加しとったらいい ねそれだけで神様は祝福してくださる、何も心配するわけじゃない、
信じなきゃ、信じなきゃ、信じて分からなきゃ、なんかそこに、もうちょっと考え方はちょっと考えすぎてると、そこまでいかなかったでね、神様と一緒に行ったら、もうそれだけで救いです。ね。そんなんでね、なんかこういろいろ、解釈してこられてね。それで、それは確かに幼子のように、素直な人かもしれない。素直だからって言って、ね、救われるわけじゃないよ。 信じるものは救われるということでね。信じるものは救われるんだけど、信じたから救われたということじゃないよ。それ、そういうのを求めてるんですよって。信じた、あ、救われました。それは、信じたら神様はその人の中に入られるんだよ。ね。その神様が入ってこられたら、その人は救い、入られる。ね。で、その人は救われるというのがなんねからね。じゃあ、信じて入っただけで救われる。その信じることが救われるということ。勘違いしないようにね。 この辺のところね、もうキリスト教もなんか年次の宗教みたいな信仰宗教と同じようなものだったりするんですけどね、神様がその人にいろいろ働きやすいからね、その素直になれば働きやすい、この素直にならなかったら何も働けないんだから、素直になることが大事なんですけど、素直になったからってそこで大事じゃないからね、素直になったからね、どういうことが起きるかというとね、悪いやつに。 信じるものは騙されるってくなるからね。あら、だから気をつけましょう。何でも感じも信じたらいいんちゃうんです。信じるものは騙されるってね。<笑>ね。だから信じるのに入れよう。信じないようにしましょう。なんて感じでね。そういう考え方するとですけどね。どういうことか言うとね、なんか私たちの中に神様が入ってこられなければ、神様が働いてくださらなかったら、 救われないんだから信じましょう、いうことですからね。神様は私たちを神の子としてね、一つの人格を持つ者として、私たちの意思ね、を大切にされるんです。信じたくない、そのまま受け入れるかっていうことですね。神様は入ってこられません。で、私は神様を受け入れます。信じますね。私の中に来てください。 私と共にいてくださいという人に神様は働いてもらって、共にいてくださいますからね。私たちの意思を無視して強引に私たちの中に入ってこられるという人じゃないということね。いや、時たまあるありますよね。時たま、ありますよって、ちょっと混乱する人もいる。特別に神様に用いられた人はね、神様は強引に入ってこられます。それは特別な人です。パウロさんはね、パウロさんの人、 人ってでしょ。パウロさんはイエス様の信仰に反対やって、受ける気に全然なかった。それで信じてるやつを片っ端から捕まえて牢屋にぶち込んだらというね、そういう悪い人やって。だけどそういう人を神様が180度変えられるんですよ。その変え方だったら強引ですよ、ぶっ倒して、ね、それで命令をして、それで歩きさんのところに連れてってね、 それで神様は信じるようにする、導かれるようになったわけ。全く正反対の道を歩み出すの、救われるために神様はそういうふうにされます。全然信じる気のない人、それはもう人によって牢屋にぶち込んだりしてね、半分殺されかかったりしてね、やっとこさ救われる人も多いですからね。多くの場合は私たちの意思を大事にされてね、信じないという人はね、 信じんでもええわ、そんなことがあります。それは私たちの意思を大事にされるからね。神様のところをね、素直に受け入れるようになりましょうね。はい、この人を祝福されます。私の中に入ってこられましてね、私に作り変えてくださいますからね。天皇殿様、あなたのこの場に、今日も子供の国に神様の祝福を支えるお世話をお願いになるということを教えていただきました。 ありがとうございます。私の頭の前に、この国家主任、その人間のようになりますから、ありがとうございます。私たち、あなたが見るものをしてください。それを作りたいくださいますよ。主よ、この神をあがめさせてください。このメッセージを伝えて、今より、お祈りいたします。ありがとうございます。